演習場？随分と大掛かりなのね。ええ、機動試験も兼ねたより実戦に近い形での模擬戦を行うって触れ込みですけど、富樫の話じゃザルバートル派の G 行動なんじゃないかって。予算の承認が下りたら軍はすぐにでも新型の量産体制を整える腹積もりですよ、きっと。これより対グノーシス専用人型相当新型兵器の起動試験および模擬演習を開始いたします。なお模擬専用筐体のため出力を通常時の 36% の限界値として設定されております。驚きました。そっくりでしょう、コスモスに。開発コード TPWX、 略式名称テロス、究極的な完成体。アリストテレスもびっくりってやつですよ。シリアルナンバーテロス、これがアレン君の心配の元ってわけ。ええ、半分当たり。彼女はコスモスに代わって採用されたプロジェクトゾハルの中核、対グノーシス用新型兵器の片方です。え？片方？ってことはもう一体あるってこと？ええ。問題はそのもう一体の方なんですよ。ま、すぐにわかります。というか多分驚きますよ。ちょっとあれ、クノーシスじゃない。なんであんなものがここにいるのよ。今回の演習のために軍がうちから接収してきたものらしいですよ。その辺の事情は僕より主任の方が詳しいんじゃないですか。ベクターに捕獲されていたクノーシス。使用によると反応速度、ヒルベルト強度ともコスモスバージョン3の3倍だそうです。
まさに星団連邦の切り札ですよ。